石田瓜生、私はこの者を我が後継者に指名する。あいつ何なんだよ、誰か説明してくれよ。別に、くったらない。こんな戦い美味しくもなんともない。僕は全てと決別してここに来た。残白刀もろとも希望を叩き折り、死神どもの身に心に真の敗北を刻み込ませる。情けないの、千年もの平和が死神たちを弱くした。奴らは必ずまた来る、遠くない未来にな。希望に満ちた温かな歌種のごとき戦いはここで終わる。俺たち相性が良さそうじゃねえか。命がいってのは勝が上がするもんなの。私のこと頼ってくる隊長かわいい。無茶させんじゃねえ。共に生きた者とは共に死する。3度目の回答を出すんだ。聞いていたより随分と文明的だな。我が隊はいつだって本気だ。非常識なことは嫌いじゃない。あんたらそれでも致命的だってことだぞ。お前らの常識もこの状況もみんなまとめてひっくり返したるわ。挽回、この戦いに踏み入る前に命は塔に置いてきた。そんなもんにやられやがったのか、あのバカ。そうでしょ、助けてあげる。僕たちバービーちゃんがいないと寂しいわ。君は飛び切りの茶を入れて待ちとするよ。あいつは本当の死神になったんだ。死神を踏み越えた本当の死神にの。この戦いが始まってからずっと考えてたんだ。死神とクインシーの戦いだってんなら、俺と石田は運命をたどる。心はきっと引き絞られた弓矢に似ている。